テレビアニメ版のストーリーとは関係なく、東京に戻ってきた太一たち。彼らを待ち受けていたものは、ドラマ CD 版でしか聞けない新たなる冒険の旅だった。果たしてそれはいかなるものか。冒険と呼んでいいものか。いやいや、それは皆様の判断に委ねよう。いずれにせよ、連続ドラマ CD 版デジモンアドベンチャーはここから始まる。SOS 5年 A 組。家庭科の時間です。もう大地、ジャガイモをそんな切り方しちゃダメじゃない。いいじゃないか、そら。どう切ろうと俺の勝手だろ。ダメなの。ほら、貸して。いいよいいよ、俺遊んじゃうもんね。あごん。何大地、進化だね。その急に言われても。いいから進化だ。しょうがないな。あごん進化。今日はいつもより多めに回しております。遊んでんだよ。噛みた。どうしたの、ソラ。じゃがいもが踊り出した。そんな、じゃがいもが歌って踊るなんて生活科の授業で習わなかったぞ。国語の授業でもよ。デジモンの仕業だ。じゃがいもたちが移動しだした。後をつけましょう。一体どこに行くのかしら。わからない。あ、レインボーブリッジを渡り出したわ。俺たちも後を追おうぜ。あ、大地、レインボーブリッジの入り口に立て札がかかってる。この橋渡るべからず。じゃあ私たち渡れないわ。ここは俺に任せてくれ。どうするの。はい、進化一級さん。大地が進化した。本物だ。さあ、縄を持ってきてください。はい、縄よ。私が虎を縛りますから、どなたか絵の中の虎を追い出してください。虎の絵なんかどこにもないよ。慌てない慌てない、一休み一休み。あのね、急いでるんだからくつろがないでよ。ソラさん、結構慌てんぼうなんですね。あ、わかりました。橋を通らなければいいんですから、真ん中を通ればいいんですよ。あー、なるほど。さすが一休さんはとんちの名人ね。でもそれ進化じゃなくてモノマネじゃないの。まあそうとも言えますね。あ、面白かった。あ、面白くない。これまた失礼いたしました。じゃあね。とにかく後をつけるわよ。あ、ソラ、あれ、ジャガモン。ジャガモン。画面でお見せできないのは残念だが、ジャガイモの形をした完全体デジモンである。必殺技は表皮の一部を発射するスマッシュポテト。立って踊るジャガイモたちを操ってたのはこいつだったんだ。スマッシュポテト。うわー、
すみません、もう悪さはいたしません。勘弁してポテチョ許してあげましょう。そうだな。おい、連れ去ったジャガイモを返してくれ。はい、どうぞ。あ、ポテトがポテトさあ、授業に戻るわよ。おお、待てよ。このジャガイモ、誰が教室まで運ぶんだ？決まってるでしょ、大地よ。そんな。こうして、お台場小学校に再び平和が戻ったのであった。おしまい。給食後のつかの間のひととき、私とお付き合いください。最初にお手紙から紹介します。ピヨモンの声をやっている重松さんの大ファンです。ところで重松さんのお名前、花と鳥と書いて花鳥さんと読むんですか？2年 C 組の矢上ひかりちゃんからです。ひかりちゃん、お手紙ありがとう。じゃあこの質問はピヨモンに聞いてみましょう。ピヨモン、どうなの？アトリって呼んでね。だそうです。じゃあ次の質問、4年 B 組の立川美美ちゃん、ソラさんの帽子はどこで売ってるんですか？私にも分かりません、ごめんね。じゃあ最後に水谷優子さんの歌を聴いてお別れしましょう。曲は明日はもっと。じゃあまた明日。Thank you.
ですが、まさか僕に歌手デビューしろって。それがやったじゃん。ジョー、僕にもやっと日が当たる日がやってきた。でもどんな曲がいいかな。ねえねえねえ、こんな曲はどう。明日もジョーは、明日もジョーは、頼みより長い。君も歌手デビューしたら。そうかな。もっとアイドルっぽい曲がいいな。あれ、そう？じゃあこれは？いまいちだな。僕のキャラクターで考えたら、あ、そうだ、こんな曲がいい。黙ってたんだ、知ってたけど。
ならできるってこと。でもルールを破るの怖がっていた。自分自身傷つくのにどうしてやるんだろう。馬鹿にしていたけど、怪我しないとわからないことはたくさんあるんだよ。違う僕がいる、胸の中に隠れてる。違う僕になる、誰もが知っているんだ。君もきっと気づいている。知らない君の目を覚まそう。実は次回のデジモンの CD を、僕が主役で、はいはい、やります、任せてください。いいえ、主役はリクエストの多い幸四郎さんとミミさんで、あ、それに光さんも交えて恋の三角関係なんかどうかなと。そうですか。しょげるなよ、ジョー。しょげちゃないけど、やけくそだ。というわけで次回の主役は幸四郎、ミミ、光だよ。幸四郎のハートを射止めるのは果たしてミミかな、光かな、とっても気になるところだね。じゃあまた次回も聞いてね。聞いてね。幸四郎、愛の行方不明。幸四郎はん、何してますの。ぎくなんだ、テントモンか。何を驚いてんでっか。なんか後ろめたいことでもしてはるんかいな。そういうわけじゃないけど。え？ラブレターを書いてたんだ。ラブレター？大地さん、こうしろ、水臭いじゃないか。愛の手ほどきだったら俺がしてやるからさ。な、そのラブレターちょっと見せてみろよ。やめてください。やめろ、こうしろが嫌がってるじゃないか。ヤマトさん、なんだよ、いつも二枚目ぶりやがって。ヤマトは幸四郎のラブレター興味ねえのかよ。それは。ほら見ろ、お前だって見たいんだろ。俺は別にそんなことは。誰とも、いい加減にしなさい。大きな声出したらみんなが心配するじゃないの。そうだ。いや別に心配ってわけじゃないよ。え？どちらかというと見てみたい気がするな。皆さん、いつの間に。私、幸四郎くんのラブレターを見てみたい。私もねえねえ、それより誰に書いたの。誰にそっちの方が興味あるよね。だが、どうやって相手に見せるつもりなんだ。プリンターがなければ印刷ができないぞ。なんだ、お兄ちゃんもやっぱり見たかったんだ。まあな。ラブレターか、幸四郎も青春だよな。もうみんないい加減にしてください。テントモン、進化するんだ。なんでですか。いいから早く。はいな。テントモン進化、カブテリモン。テントモンがカブテリモンに進化しちゃったよ。幸四郎、怒ったのか。まさか僕たちのことを。そ
なわけないでしょ。逃げるんですよ。あ、逃げた。あ、逃げたって。光、そんなこと言ってる場合か。おい、逃がすな。みんな追うぞ。アルモンのポイズンアイビーにやすやすと捕獲されてしまったカブテリモンとコウシロウ。その上コウシロウはサルグツワをはめられていた。そんなコウシロウをよそに、子供たちはラブレターの相手を楽しげに推理していた。ミミ、自意識過剰で世界征服。それにしても一体相手は誰なんだろう。よし、ここは年上の僕が。謎は全て解けた。大地、どうしたのその格好。俺だって着替えぐらいするさ。ああ、そんなことより、この事件この銀太一少年に任せてもらうぜ。じっちゃんの名にかけて。銀太一、ありがちね。ラブレターというからには、相手はおそらく女の子だ。そしてこの中に女の子といえば、空、光、そしてミミちゃんしかいない。大地らしくないまともな推理だ。やっぱりコウシロウくん、私のこと好きだったのね。前からそうだと思ってたけど、美しすぎるってやっぱり罪なのね。でも困るわ。だってコウシロウくんだけじゃなくて、大地さんもヤマトさんもタケルくんもジョー先輩もみんな私のこと好きなんだもん。きっとこのままだと世界中の男の子が私の前にひざまずくことになってしまうわ。ミミ、何にやけてるの？別に。まずは空。もし空に書いたラブレターだとしたら、 100% 尻に敷かれる。不幸は目に見えてるね。どういう意味？そして光。待てよ、もし光くんが相手だったとしたら、将来大地がお兄さんになるんだぞ。俺なら絶対に断る。おい、なんで喧嘩売ってんのか。まあいいや、どっちにしろ俺が許さないからな。ということは、コウシロウくんの好きな子ってミミちゃん。それ違うと思う。ひ、光？だって本当だもん。なんでって。コウシロウのラブレターの相手を詮索する子供たち。相手がミミであると落ち着きかけたその時、光が異議を唱える。火花散るミミと光、果たして戦闘は避けられるのだろうか。光、虚弱体質。それって一体どういう意味よ。コウシロウくんのラブレターはミミさん宛てじゃないってことだけど。だったらあなた宛てだとでも言うつもり？ずいぶん自信があるみたいだけど、何の証拠があってそんなこと言うのよ。途中から出てきたくせに、美味しいとこ持っていこうって言うのね。私、風邪気味だから。え？じー、何よみんな、なんでそんな目で見るわけ。私が何したって言うのよ。ミミちゃん、ちょっと言い過ぎだよ。これ以上光を責めるなら、私が黙ってないぞ。何よそれ、風邪気味だからって何でも許されると思ったら大間違いなんだから。あー、なんか熱が。光、大丈夫か？ソーラ、ソラは仲間に入らなくていいの？うん、私、年下興味ないから。そうだったのか。あーね、それにしても熱い戦いだね。これ終わるのかな？わかんない。なんだかわかんないけど、僕も腹が立ってきた。いいか、僕のメガネは鶴瓶師匠とお揃いなんかじゃないぞ。どうして俺には浮いた話の一つもないんだ。一番二枚目なの。だったら私も言わせてもらうわ。私のことおばさん臭いって言ったの誰？僕だって毎週進化したい。俺の靴下スーパールーズって言うなよな。カルモン、やっちゃいなさい。カルモン進化。逃げまーす。
石見たから。光は私が守る。テイルモン進化。エンジンウーモン。チクチクバンバン。ホーリーアロー。後ろは大丈夫ですか。助かった。ところで後ろはラブレターの相手って誰やったんですか。さん。私の歌聞いてください。I'm not afraid to die.
年はたくさんのご声援ありがとうございました。今年も俺たち一生懸命頑張ります。応援よろしくね。ところでさ、みんなはどんな初夢見た？初夢か、今年は見てないな。僕も。俺もだ。私たちも。僕たちも。不思議ね、実は私もなの。全員が見てないの？もしかしてデジモンの仕業かも。まさか。いや、そうかもしれない。調べに行こう。盗まれた初夢。三鷹、三鷹。よし、着いたぞ。ねえお兄ちゃん、どうして三鷹なの？言うじゃないか、初夢は一富士三鷹三なすびが縁起がいいって。三鷹だったっけ？違ったかな。でもせっかく来たんだ、調べてみよう。ねえ奥様、初夢見た？いや、それが見てないの。うちの家族全員。あら、うちもだわ。おかしいざんすわよね。今も聞いたか、俺たちだけじゃなかったんだ。東京中の人が初夢を見ていない。一体どうして？僕がみんなの初夢を食べたのさ。誰だお前は？僕の名前はバクモン。バカモン？バカモンじゃなくてバクモン。バクモン、夢を食べるバクの姿をした成長期デジモン。必殺技は食べた悪夢を相手に放出するナイトメアシンドローム。デジタマモンの技と同じ名前だがちょっと違うぞ。くらえナイトメアシンドローム。うちの近所の公園だ。いつの間にここに来たんだろう。誰か助けて。あ、この声はパタモン。どこだ。あれおかしいな、電線に引っかかったタコしか見えないぞ。それが僕だよ、お願い下ろして。よし、わかった。さあ下ろしたぞ。でもなんでこんな姿に進化したのか。してない、僕にもどうなってるんだかさっぱりわかんない。ヤマト。なんだこの姉妹。ヤマト俺だよ、ガブモンだよ。ガブモン、変わり果てた姿に。一体どうなってるの。にゃー。なんだこの猫。ニコニャニャイ、タケルだよ。タケル、お前まで。一体誰がこんなことを。僕かもしれない。どういうことタケル。思い出したの、これ僕が見た初夢だって。どうして僕がタコなの。パタモンいつも空をスイスイ飛びたいって言ってたから。俺が獅子舞なわけは。なんとなく似てるから。僕たちずっとこのままなの。そうだ、お前たちはタケルの夢の中に永久に閉じ込められるんだ。バクモン、お前のせいだったのか。進化したいけどこの姿じゃ。お兄ちゃんごめんね。お前が悪いんじゃない。しかしどうした。そうだタケル、この世界はお前の夢の中だったら、お前が望むことは何でも叶うはず。さあお前が望むことを念じてみろ。うん。はあ、お年玉がいっぱい。じゃダメだよ、ごめん。今度はたくさんのお餅。お餅って君。今度こそプリンプリンプリン。てたける。たける。ごめんなさい、みんな元に戻れ。戻った。ねえちくしょう、もうちょっとのとこだったのに。ガブモン進化。ガブモン、フォックスファイヤー、ヘブンムーンナックル。ああやられた。あごめんなさい、初夢はみんなにお返しします。戦いは終わった。ごめんねお
パタもガブも。さあ元の世界に戻ろうか。うん。あ、ねえねえお兄ちゃん。なんだ。お兄ちゃんとってもかっこよかったよ。そうか。私は後から来たから入れなかったテイルモンでーす。今日は皆さんに私たちの一発芸を披露します。いや、いいぞいいぞ、早くやれ。大変長らくお待たせいたしました。それじゃあ早速僕の芸から。アグモン、火を吹きます。なんだよそれ、いつもやってるじゃないか。つまんない。だったら進化します。それもいつもやってるだろ。なんか面白いことできないのかよ。ここは俺に任せて。ガブモン、ガブモン一発芸、毛皮を脱ぎます。すごい、だからこうなってきたのか。次は私、ガブモン一発芸サボテンドッグ愛をします。ねえ、最近どう？え、私最近お肌が乾燥気味で。え、あなたもちょっと触らせて。痛い。もうお手入れぐらいしなさいよ、女の子でしょ。トゲ。完全に一人の世界だ。カルモン素敵よ。今度はワイの番や。テントモン一発芸、標準語で喋ってる。こんにちは、僕テントモンです。好きな食べ物はスイカです。僕今とっても幸せだな。隠れて練習してたんですね。はいはいはい、私だって負けてないわよ。ピヨモン一発ゲー、ピヨコの真似します。ピヨピヨ、次はスズメチュンチュン、そして最後はヤンバルクイナ。すごいわピヨモン。ヤンバルクイナってあー鳴くのか。今度はオイラだ。ゴマモン一発ゲー、アザラシの真似するよ。ドキドキ、またモノマネだ。次はオットセイ、クッキクッキ、そして最後はセイウチダイ、クッキクッキ。さすがゴマモン、みんなそっくりだ。何よ、全部同じじゃないの。今度は私の番だな。テイルモン一発ゲー、自分の尻尾を追いかけます。にゃっ、ねねねねねねね。すごい、想像を絶する速さだ。目が回るけど私頑張る。テイルモン、キャラ違うよ。最後は僕だな。パタモン退化。トコモン、パタモンが退化した。空手の技ですね。トコモン一発で口の中で蚊取り線香を燃やします。おー、素敵。夏の風物詩ね。懐かしいな、蚊取り豚。違うよ、僕豚じゃない。トコモン、トコモンが一番面白いよ。いや、俺はガブモンの勇気に MVP だ。お前も来年までには何とか仕込んどけよ。僕だって、みんな僕のゲーム見てよ。ほらほら、誰も聞いてない。どうこか、ガブモン進化。グレイモン、こうして宴会は朝まで続いたのだ。